セブンイレブンの店内にバカでかいセミ入ってきてさ、それだけやったら別にびっくりせえへんねんけどさ、びっくりせえへんっていうかびっくりはすんねんけどさ、店員が大絶叫しようってさ、それでうわーみたいな、そっちの方にびっくりした話ありますわ。まあ夏やからさ、まあ何夜のコンビニとかさ、虫は明るいとこ行くからさ、まあまだセミが入ってくるのはまあまあわかるんよ。ちょっとびっくりしたけど、急にビーとか言ってさ、羽のあのバカうるさい音聞こえてきて、ちょっとびっくりしたけど、まあまあわかるんやけど、それを見た店員さんがさ、めっちゃ大人しそうな店員さんがさ、キャーって思いっきり悲鳴上げたら、もうそっちびっくりしてもらってさ、俺、うわーっつって思って、セミより人間にビビらされたわ。いや、びっくりすんのはわかるけど、そんな声でかいことあると思って、しかもお客さんとかで来て、店員さんが、ほんで、キャーって言いながらほうきで追い出そうとしてんの、なんかちょっとシュールで面白かったわ。よりにもよって店員さんがそんな大きい声出すと思ってなくて、ちょっとびっくりしちゃったね。セミより人間に驚くと思わなかった。もう人間にも驚いたし、その人間の方に驚いた自分にも驚いた。なんかひろゆきみたいなこと言ってるな俺。マジでびっくりした。心臓止まるかと思った、セミじゃなくて店員さんのせいで。なんやねん。まあ気持ちはわかるけどな、気持ちはわかるし、なんか店員さんには元気出してほしい。けなげに働いてほしいわ、あの店員さんには。虫嫌いな人にとってはセミでもマジで怖いやろうからね。確かにかわいそうではあるわ。そっち行くんや。あー、なんか変なルート通るんや、ここのキラーは。水曜最悪やねんけど、あのミラクルエイトマジで。で、そうセブンなんやけど、そのセブンイレブンでセミを目撃したのがまあ3日前くらいで、で今日バスの中でもう一回セミ入ってきてさ、俺なんか密閉された空間でセミと一緒になることが多いのかもしれん、もしかしたら。みんなそんぐらいセミと遭遇してんの、数日の間に密室で。今日バスでセミと遭遇して、ジジジジとか言って、バスはさすがに叫ぶ人おらんかったけど、あー終わったで、バスの方がちょっと怖かったね。あの狭いからさ、セブンイレブンに比べてちょっと怖かったね。まあ結局自分には特に影響なく、いつの間にか消えてたから別にいいんやけど、まあそういう話でした。皆さんもセミが急に現れても、そんなマジで大きい声はあんまり出さないようにしてください。そっちにビビる人が多いと思うんで。